実践実証竹下軸ですということで、皆さん、お元気ですかはい。今日はですね、えー、元島さんがですね、トイとこから来てもらったんです。ね、元島さんがね、竹下さん、ぜひこれ食べてみてくださいって言ってね、いただいたもの、これなんです。じゃじゃーんね、原上若れって書いてあります。ねこれね、元島さんはね、もう鮮度が高い時にですね、年間契約して取るそうですよ。 ね。皆さんのところにも美味しい美味しいものがたくさんあると思います。ぜひ召し上がってみてください。それではまた次回までお会いしましょう。